今日は、マガディっていうメーカーのムーンカリンバっていうのを買ったんで、それをちょっとレビューしたいと思います。京都の、民族楽器店の、小泉楽器で購入しました。マガディっていう中国のメーカーみたいですね。まあ、中国メーカーにも何ていうのかな、量産型タイプと、まあ結構職人のねが丁寧に作ってるような会社といろいろあるみたいなんですけど、このマガディさんは割ときちんとね少数生産という感じで作ってるみたいですね。で、まあこうやって段ボールの箱に入って、8800円で購入しました。で、アマゾンではね8799円かな、ちょっと安く売ってて、で早くレビューを書けばね300円のポイントもつくみたいですけどね。まあ、私もちょっと京都に行って、初めてね小泉楽器さんに行って、まあバンスリーとかね購入したことあったんですけど、ネットでね行ったことなかったんで、ヒュートレイシーのねカリンバの試奏がねできるみたいなんで、ちょっと試奏してみたんですけど、まあ死ぬほど感動したかっていうとやや微妙で、でもなんか、まあせっかくだからなんか楽器を買っていこうかなと思っていろいろ試奏したんですが、まあ、これが一番ねちょっと気に入ったんで購入してみました。で、ペンタトニックでね弾く感じみたいで、まあ、あとはいろいろブルーススケールとかもできるのかな、ダイアトニックとかにもできるみたいなんですけど、まあこの鍵盤が10個かな、12345678910、10個しかないんで、まあ普通の一般的に売られてるのが17とか12でしたっけ？だからまあ弾ける音は少ないんですけど、これはなんかこういうね木のこうやってカリンバ、サウンドホールがないタイプに、こういう羊じゃなくてヤギの皮がねつけられてて、でこうやってね弾いてこうやることでワウエレキギターとかのワウみたいな感じの効果が得られるし、まあ私もちょっとまだカリンバね手元には竹のカリンバ1台しかないんですけど、まあ間もなく サウンドホールがないタイプのも届くんですけど、結構キーンとするんですよね、綺麗な音なんだけど。だけどこの皮のねこういうのがつくことによってすごく音色が優しく、キーンってあんまりしなくてすごい優しく柔らかくなるんで気に入ったんですね。でまあちょっと私も革の楽器はややちょっと抵抗あるんですけど、音がすごい綺麗なんでね購入しました。で、こういうね革をこういうふうにつけてトレモロとかねワウにするなんか楽器っていうのが、まあドイツでねなんか作られたみたいで、なんとかっていうんですけど忘れちゃいましたけど。でこの、マガディさんの、楽器も鋼がねドイツ製のみたいで、私の持ってるなんかこういう鍵盤っていうのかな、こういうこの棒2000円台ぐらいの竹のカリンバのこの棒よりもなんか質がいいなって。でこういう短い鍵盤もすごく良くなる、綺麗になる感じなんで、すごくいいお買い物したなと思いました。で、今はこれ C の、ペンタトニックにチューニングしてあるんですけど、ちょっとね蛍の光を弾いてみたいと思います。